これね、いや巧妙なんですよ、巧妙、はい、そうだから何年前かな、4年ぐらい前とかはフェイスブックとかであったんですよ、そういうのが。あ、いきなりそういう DM っていうかメッセンジャーで来てみたいな。今っていろんなものがあるから、うん、あのやり取りの手段もあるし、はい、すごい巧妙化している感じですよね。そうそう、いつも思うんですよ、もう自分も後も使えばいいのになと思うんですけど、はい、そういうことやるんですよね。あの最近ね、この地域の管轄の警察の方とよく喋るんですよ、はいはいはい、あの別に私悪いことしてるわけじゃないですよ、はい、最近ですね、私も、たくさん地雷を踏んできたわけですよ。地雷ね、はいはい、うん、今戦争してますけども、はいはい、あんま例え良くないかもしれないですけど、はいはい、本当にいろいろ失敗してるんですよね、はいはいはい、騙されたりもしました、うんうん、はい、なんで最近警察署の方と喋ってるかと言いますとですね、はい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 、うち詐欺にあったんですよ。あ、そうなんですか、はい、最近の話、はい、うん、会社自体が、うん、私もそうなんですけど、はい、もう打ち上げますけど、はい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 、結構数百万やられたんですけどね。もう実際被害出ちゃった出てます出てます、お、でも被害届も出したんですよ、はい、結局最近ですね、はい、なんでやり取りしてるかと言いますと、はい、いっぱい調書も取ってですね、本当にいろんなものを積み上げてきたわけですよ、うん、被害届も出してですね、はい、取り調べも受けてですね、いろんなことやってきて、はい、ちょっと言っていいのか分かんないですけど、はい、最近あの逮捕されたんですよ、その例の詐欺してきた人が。そう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 、それはあの外国人じゃなくて日本人、日本人で、ね、バリバリ日本人で、なるほど、うん、はい、それでいろいろやり取りがあって、はい、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、まあ、警察は取り調べの捜査の専門ですから、はい、そこからまあ検察とかに上がって、はい、でまあ、裁判の司法になっていくわけですからね、そのやり取りとかを結構やってるわけですよ、はい、でまあいろいろね、まあ、ちょっとあんまり言えないんですけど、はい、警察の方に口止めされるんで、はい、しゃべれる範囲で、はい、非常に巧妙化してるらしいんですよ。そうなんですか。その方あのそういう部署にいる方なんで取り扱うわけですよ、詐欺案件をね。ほう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 、いっぱい、うんうん、あ、なるほど、警察のね、そうそう、うん、もうね、うん、いっぱい取り扱うわけですよ、うん、はいはいはい、オレオレ詐欺ありますでしょ、まあ、それもオレオレ詐欺に似てるじゃないですか、まあ、振り込み詐欺じゃないですか、確かに確かに確かに、もうね巧妙化しすぎてて、はい、すごいらしいんですよ、案件が、案件が。社長、ちなみに言える範囲ですけど、どんな感じの詐欺だったんですか。そんな、いやいや、もうそれもう古典的なんですよ、実は。古典的なオレオレ詐欺なんだけど、はい、これも言っていいかどうかなんですけど、はいはい、うん、昔はプロの集団やったんですよ、はい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 、らしいんですよ、うん、今はどうもそのプロじゃないらしいんですよ、はい、割と素人が、そう、あの委託されてみたいな感じ、そうそう、外、うん、あ、分かります分かります、委託というかもう素人がやってるんですよ。なるほどね。昔ヤクザってあったじゃないですか、うんうんうん、で今半グレとかいるじゃないですか、うんうん、悪くのする集団も素人っぽくなってるらしいんですよ、うん、なるほどね。けど、うん、騙される人いるんですよ。それでも、うんうんうん、プロってだま、うまいじゃないですか、巧妙、うんうん、じゃないですか、はいはいはい、でも素人の方でも、うん、騙されちゃうらしいんですよ。それなんかマニュアルみたいなの売ってて、それやってたりとかするんですか。いや、そこまでね、詳しく教えてもらえなかったから、これ言っちゃうと、はい、多分犯罪を助長してしまうんで、はい、言えないんですけど、はい、教えてもらいました、はい、結構教えてもらったというか、はい、厳密じゃなくて、はい、簡単に、うん、もうびっくりしました、うん、あ、そんなんで振り込んじゃうのって、だから、はいはい、何が言いたいかというとね、はい、さっきの国際ロマンス詐欺じゃないですけども、うんうん、人間って感情でやっぱり生活してるんですね、うん、でね、うん、この感情でやっていくと、はい、ちゃんと頭で考えれないタイミングってあると思うんですよ、うん、これ僕の考えですよ、うんうん、それでも本当あのおっしゃる通りだと思いますよ、うん、はい、うんうん、でその時に振り込んじゃうらしいです、どうも。なるほどね、うん、だから普通に考えたら分かるんじゃないですか、うん、はい、いや、もうそれおかしいでしょって、うん、だって ATM のところに入ってるらしいんですよ、うん、そうそうそう、振り込みどうのこうで、普通にあの銀行にね、あの振り込む時もね、あの銀行の ATM とかにも書いてあるんですよね。そうそう、書いてるんですよ、最初の表示ね、うん、最近ね、還付金詐欺って多いらしいんですよ、コロナの前で。なるほどね、これはニュースで出てると思うんですよ、はいはいはい、還付金もね、はい、そもそもね、うん、振り込ましてまたあんたに振り込む、そんなことありませんから、そう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 、注意してください。普通おかしいわけですよ、うん、もらうだけじゃないですか、うん、なんでこっちが先に振り込まないといけないのって話、はい、でも考えれないですよ、うんうんうん、だから先生が引っかかりかけたやつは、はいはい、まあ、先生が引っかかりかけてもないんですけど、つまりもう完全に先生の感情にガッと入ってきてるわけですよね。そうですよね、確かに確かに、もうあのウクライナに明日行くみたいなね、はい、ジャーナリストでみたいな、まあ、いわゆる緊急的な、そう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 、緊急的なね、で、視覚で見せてるわけですよ。そうそうそう、でやっぱり男ですから、うん、やっぱあの実験あるじゃないですか、女性のね、やっぱりこう見るとこう瞳孔がバッバッとこうなんか変わるとかって、自律神経がもう勝手に作用してしまうと、はい、本能的にね、本能的にね、うん、で先生も揺らされたわけですよ、やっぱり。実はちょっと、うん、先生に写真見せてもらったんですよ、はい、うん、これは騙されるわ。だからそうそう、結構か、ね、美人だね、やっぱ美人なんですよ、そう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 、ね、結構ね、グラマラスな、そうそうそう、だけどなんかいそうな感じのなんか身近な雰囲気もあってみたいなね、はい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 、だからそのなんていうか親近感とかもあるし、だから感情ってね、揺れ動かされるわけですよ、はい、ただ
それをいいことに使えばいいと思うんですよ。あの昔影響力の武器っていうすごい名著がありますけど、はいはい、あれ本当に禁断の技なんですよね、はい、だけどいいことに使えばいいんですけど、そう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 詐欺に使っちゃダメですね。ですね。人を騙すってことはやっぱ良くないことなんで当然当たり前ですけど、だから今回のその国際ロマンス詐欺はね、はい、完全に巧妙に練り上げられた感情に、しかもめっちゃもう時事ネタですからね、ウクライナ行くとかだから、だからもうこの時事ネタ絡ましてくるのはちょっとね、はい、感情に潜り込むような技だなというふうにありますよね、思いますけど、まあ今回私の会社でも起こった、はい、数年前なんですけど、はい、起こったこともやっぱり結局そういう今から考えれば巧妙な、まあこれうちの会社も悪かったんですよ。被害があったのは2年ぐらい前ってことですか。そうですね、2年、もう2年前、もっと前ですね。もっと前で、はいはい、捕まったのは最近って感じ。そうなんです。あ、そうなんですね。結構時間かかったんですね。めっちゃかかりましたね。それ結構疲れますよね、そうなるとね。もうね、うん、警察の方がね、ちゃんと動いていただいて、はい、一応逮捕まで行ったんで、はい、よかったんですけど、はい、とにかくでもあの勉強になりましたね、うんうんうん、高い勉強代でしたけど、うん、やっぱりあこういうことあるんだなと、はい、なのでやっぱり人生にはね、やっぱりリスクってありますよねっていうことですよね。だからもう先生もいろいろ行動派なんで、まあいろいろやなことあって、僕も本当にいろんなもう騙され方されてるんで、あんまり大きな声で言えませんけど、もうお金的には相当長くなってます。でもやっぱ行動してたらね、いろいろなんかぶち当たりますからね。その中でまたある意味ね、いろいろ経験積んで勉強していくみたいなありますもんね。そうなんですよ。だからそれでも怖がってると何にもできないんで、やっぱりインディ・ジョーンズじゃないんですけどね、はい、やっぱり宝物探しに行くじゃないですか、はい、行く時にですね、いろんな虎が出てきたりですね、そう、トラップがあったりですね、手切ったりですね、あるわけですよ。本当にあの石だと思ったら意外に小判だったみたいな。そう意外とね、そうそれもあるわけですよ。なんかほんで行ったら宝物があって、やっぱりそれあるわけですよ、うん、果実を得れるわけですよ、はい、でその中で友情が愛情が育まれる可能性だってあるわけですよ。ありますよね、はい、はいはいはい、なのでやっぱ挑戦はしたいですよね。そうですよね、うん、いや言われますよ、またって、はい、言われるんですよマジ言われますよね。言われるかも。先生いないか、まあ、もう言わなんかもう呆れられてるそこある。もう好きとかっていう事件じゃないんですよね。なんかもうそういう風なもうね、差がっていうかね。そうですね、ね、ありますね。逆にもうなんか、ね、行動してないとね、面白くないしっていうのもありますしね。なんか国際ロマンス際から行動しろっていう形でありましたけど、まあとにかくチャレンジしていかないといけないということですね。であとリスクヘッジっていうか、地雷はありますよということで。あとあれですよね、感情みたいな、さっきお話あったじゃないですか、うんうん、ずっともうなんかね、ここ2年ぐらい、はい、不安情報ずっとなんかもう世界中が浴びてるから、そうですね、そうするとね、うん、IQ 落ちるんですよね。あ、そうだから結局論理的思考ができなくなってる人がすごくやっぱ増えてるから、そこの不安のなんていうかマネジメントみたいなのとかをやっぱ普段からしていかないと。そうですね、自分大丈夫だと思っても意外になんかこう無意識レベルのところでジャブがこう、ね、はいはい、蓄積して論理的に結構考えられなくなっちゃってるケースとかもあるから。これありますね。そうだから結構こういうなんか割と不安情報が多い時代っていうのはやっぱ詐欺のね、被害が増えるっていうのはロジカルに考えられない。そうですね、一回立ち止まって考えるっていう時間が必要 だったりするんですね。そうですよね、車のセールスとかもそうですよね。畳みかけるわけですよ、はい、でだんだんね、はい、車買う時ってものすごいいろんな手続きあるじゃないですか、はい、もうね最後の辺疲れてくるんですよ疲れてきません？だっていろいろあるじゃないですか、オプションどうしますかとか、はい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 、こうでみたいな、でも最後らへんになってくるともうどうでもいいやなってくるねじゃあ最後にね、これなんですよって言ってこれ入ってきて、はい、これね、入っておくとめちゃくちゃいいものなんで、はい、もうぜひこれもう、うん、入っててくださいよって言われたら、はいはい、じゃあもうお願いしますって帰ってきてこれなんだっけみたいなそういうのあるんでね。ね、確かに、うん、もうだからある程度ちょっとね、こう論理的なことがね、ロジカルにこう考えられなくなってきた時は、はい、少し一息ね、そうです、置いて特に金銭関わることは決断された方がいいんじゃないかなとね、はい、一応それはね、果敢に挑戦はするけども、そう
一回立ち止まるとこも必要であるということですね。ね、はい、いや社長もいろいろ体験されてね、はい、今後もおいおい騙された話はいっぱいしていきますので、してくんです、あの騙された話面白いですよね。面白い。はい、もうあのいっぱいありますんで私、はい、ね、また社長のその話も楽しみにしてます、はい、騙された話、はい、またよろしくお願いします、うん、先生またお願いします。わかりました、はいはい、またちょっとフレッシュな ねそういう来たらちょっと若干最初ね、はい、今日も面白かったですけどね。はい、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、はい、このね、第二領域っていうのが実はむちゃくちゃ重要だという話を、はい、今日はちょっとしたいなと思ってるんですよ。はい、やりましょうやりましょう、うん、1443、うん、え、たまに最初読んだ7年前ぐらいですかね。これ7年前ですよ、はい、で、読んだ後に、はい、もう小松先生がドハマりしてですね、何を買ったかというのでこれね、これから